どうも皆さん元気してますかいわくですかで今日は前コメントの視聴者の人のコメントのやりとりでドラッグと音楽はまあ切っても切れない関係ですねみたいないう話があってあ確かにそれちょっと面白そうなテーマだなって思ってちょっとドラッグと音楽の関係性についてまあ調べてみてさでまあそれで見たらね ドラッグと音楽の関係性っていうよりも音楽がドラッグっていうことがねはっきり分かったねでそれねアルコールとさだまあその前からドーパミンの動画でも言ったんだけど音楽を聴くとね自分の気に入ってる音楽を聴くとドーパミンが出るんだよねでそのの作用っていうのは 書いてあったんだけどねアルコールと,いやとかコカインを摂取した時と同じような反応が出るんだよねそういう研究がもうされてあるんだよね、うん、で音楽にもその、ね、薬物と一緒の依存性があるんだって、うん、だこれはね間違いないだって俺もう無理だね俺は多分俺好きだからもう依存性が強くて音楽だから全然いいけど俺絶対もう。 ある程度さプレイリストを,を結構新しい曲入れてもう気に入ってる曲を聴きまくってそれがもう飽きてくるとねもうすぐ次のやつを見つけるうんでもう最近とかさ Apple Music があるからもうその頻度とか超あれだね速くなってるしそのおかげでめちゃめちゃいい新鮮な体験をもうすごいできてるしその俺聴く種類がいっぱいあるんだよね そのハウスも聴くしトランスも聴くしテクノも聴くしラップも聴くし、まあ、レゲエはそんな聴かないかなでもまあポップスも聴くよ、うん、だからその気分に合わせてもうそれを選ぶんだよね、うん、今日はこの気分今日はこの気分今日はこの気分みたいなでほんとねそれの気分が合ってるとめっちゃハイになるんだんうんだからやっぱそのねいっぱい探った方がいいね もうドラッグっていうふうな認識を持った方がいいこれで相当精神にそのをハイにしてくれるんだってだってアルコールとコカインと一緒だからね <laughs> そんぐらいのもんだからだからその結構その同じのしか聴かないのはも,うもったいない気がする特に Apple Music っていうさ、まあ、他にも Spotify とかもあるから知らない曲をねどんどん聴いた方がいいしその、ね、DJ のミックスはねおすすめだねうん。 やっぱり俺前の動画でもさ話したんだけど音楽ってその組み合わせで全然効果が違うわけ、うん、でそのクラブの,そのイベントの DJ は要はそこが勝負なわけよ、うん、単品で聞いてたら体験できないようなその薬物体験だよね今で言うとドーパミンを出せるかなんだよねで本当にすげえからあの人たち <laughs> マジで。 だから早い曲ね早い曲聴いて結構範囲になってるけどそれだともう刺激が足んなくなってくるね同じようなマンネリが一番良くないからでそれで優しい曲をするわけその時にどういう優しい曲を出すかなのねそうでローテンポでゆったりしてるんだけどすげえいい選曲をするとそこでまた違う感じのジワっていうのが出るんだよね多分あれドーパミンなのかなまあ出方が違うのかなんか違う ほんとね、気持ちを操作されるんだよ、ね、うわーみたいな超ゆったりじゃんでそれでまた次にどういう展開をしていくかなんだ組み合わせかね徐々にまた上げていくのか一気に変えるのかでいきなりキュルルルとかなんか回してバーンとかやるのかとかでもう全然ね違くなるのよ自分のその体験がね、うん、だからそのサウンドクラウドでめっちゃミックス出てる。 からさそれとかでもう、まあ、ヒップホップ好きだったらヒップホップミックスとかで探してやるとまあねそれが伝わると思う,うんいや俺ふ普通に単品だったらこれ聴かねえよなって曲が結構そのミックスしてる人がい,いたんだけど俺そのミックスだったら全部聴けたしもうよりよくねあの感じた、うん、多分1曲のやつだったら俺プレイリストに入れないようさラップの曲もね もうすげえいいなって思ってちょっとそれの影響で自分で撮って聞いても多分その原体験があるからそれまあフラッシュバックみたいなもんだよねそれでいい思いをしてるからその曲がまたよりよく聴こえるみたいな感じだよねうんだからもう音楽をもっともっと掘り下げていった方がまあすごい充実した生活になると思っててねでこの実験をしたんだってその俺が見てた記事ではね でその報酬系脳になんか装置つけて報酬系を刺激したりその抑制したりする装置をつけてねそれのなんか報酬系によって音楽はどう聞こえるかっていうね実験をしたらその報酬系をやっぱ興奮させておくと曲がすごいよく聞こえるんだってで抑制すると楽しめなくなるんだってだからやっぱセッティングが超大事だよねで俺が前ドラッグの定義を 再構築せよっていう動画でも言ったけどサウナで超いい体験した後にでプラスその田舎の地方のすげえ綺麗な自然を見ながらいい気分になってるセッティング最高で聴く音楽は本当にやばいよマジで全然ちげえもん家とかでまあそのストレスが溜まってる時に聴くのとあれは本当だから薬物俺その時の動画でも言ってるから本当 ほ、うんとノーマルすぎないけどマジで「はい」気分になるね。うん、しだからその俺石垣島で夕日見ながら音楽聴くのがすごい好きでであと海ね綺麗な海珊瑚礁がある米原ビーチってところがあるんだけどそれ昼間泳ぎ行って休む時はハワイアンレゲエとかかけてフワーって寝てたりする時とかがあったんだけどその時の音楽もやばい。<laughs> 超やばいうんそして石垣島以上のものは体験できないうんレベルが違うんだと思うあそこの石垣島の綺麗さはうんやっぱすごかったよあの時夕日は綺麗な時に聴く音楽はねもうたまんなかったね俺絶対出かけてたもん夕日の時スピーカー持ってうんでもやっぱこねこっちでまあ回ったりとかして見る夕日でやったけどあの体験はもうできなかったな だか,らだからそんだけ俺は依存症みたいになってたわけその綺麗な景色を見て音,音をねその音楽を聴くっていうのは、うん、だからもうドラッグと音楽の関係性を調べた上で分かったのは音楽はドラッグですっていうこと、うん、でまあその範囲になった方がさらに相乗効果だよねこれまあ音楽っていうね全部そうだと思うんだよねまあ食べ物とかもうん、うん、だからまあ全部に共通するんだけど で他の記事で面白いなと思ったのがねでタイマーあるじゃんでタイマーって、まあ、ハイに音を良くするっていう一番その有名なのの一つだと思うんだけどねそれで、まあ、THC と CBD っていうのがあるんだよテトラヒドロカンナビノールっていう THC 肺にするやつその草でね俺らがハイになる多幸感とか味わうのと,、うん、と CB ねカンナビジオールっていうのが CBD 俺が前に動画でやったやつ 肺にする成分がなくてだけどなんかその沈める効果とかはあるんだけどねそのバランスが大事なんだって音楽の快感っていうのはねでそれで CBD を含むやつとその、T、含まないやつっていうので草吸わせたらその CBD がねある方がやっぱ音楽から喜びを得たんだってだから THC が強ければいいってもんじゃねえんだって書いてあったうん。 だから自分分で多分その配合がいいいいいやつを選ばないといけなととけんんだだだ思うんだよねだからそれがあんまり合わないやつズーンってくるけどあんま曲よくねえなって俺思うことあったもん日本で買った時確かにこうグーってくるけどなんかあんまりよく聞こえねえなってその時とかね何なんだろうって思ってたんだけど差はすげえあったでトロントの時はほぼなかったほぼないっていうか好きなのがもう決まってたから。 うん、それ買ったら100%良かったなうんとびは飛びってか曲の聞こえ方ねだからそうなんだみたいなだからね強ければいいってもんじゃないっていうのもあるねだけどやっぱりそうだね THC が入ってないと音に対するのは、まあ、CBD も一応そのストレスがなくなったら、ね、いいセットになるからそれよくは聞こえるけどやっぱ THC の,の本当に。 やべハイターっていうのは、まあ、難しいなっては思うね、うん、だからまあそれを、まあ、日本だと無理だけどね, <laughs> だからね海外の合法なのとか言ったら、まあ、それを意識するのはいいんじゃない結構ね成分でね書いてあったトロントのはこれは THC 成分がいくつ CBD はいくつでこれは何に使えるクリエイティビティはこう上がるっていうのはグラフがすげえあるわけ、うん、もう意味わかんなきゃ見なかったけどね俺 <laughs> すげえ詳しい 詳しすぎてだけど今勉強したらそれ見ても分かるかもね、うん、だから自分に合ったのは、うん、選んでいくとよりいい音楽体験ができるなって思ってであと LSD にも書いてあってね、まあ、LSD のまあ認証研究でもまあもちろんその試した人たちはその驚きだったりとか何かを超越した気持ちだったり力強さ優しさの感情とかっていうのをもうそのいうた 感情を高めたたっっってていう傾向があったんだってでそれでね LSD はね脳の一部に作用してねで音楽に触発された複雑な視覚イメージを増加することがその脳イメージングって言ってなんかね多分ねノイメージングって調べればもう出てくんだけどその脳がさよくさバーンってさなんかレントゲンみたいになってるやつあるじゃんだからあれでがノーイメージングっていうやつなんだけどどこが動いてるかっていうのが分かるやつなんだけどね。 それでその視覚イメージが増加してるっていうことが分かったってだからその音を聞いてその見えてるっていう風になってるのはそうなんだねだもうそんな風にもうにやっぱ視覚の方にも影響してるからそうやって見える風になるっていう風になってたであの体験はやばいね <laughs> あれは超やばい体験だね変な、うん、あれはなんか普通に体験できたら嬉しいけどまあ訓練してできたらいいけどね <laughs> うん、だからもうそれ以外に LSD はもうその視覚複雑な視覚以外にもいや音の体験が超やばいっていう風な感,感覚からもう本当になんだろうな玉ぐらいのテンション玉、まあの飛びとは違うんだけどもうやべえみたいな要は多分ドーパミンが出まくってんだと思うんだよねもうバチバチにその感,感,感じちゃってるから、うん、だからそういうのもある、うん、だからいっぱいあるね。 その LST の体験も,もう体は前にも話したと思うんだけどなんかマスターベーションだからエクスタシーを感じた状態でやべえ動けないけど体が勝手に動くみたいな音を浴びて常になんか言ってる感覚になった時もあったあれはやばかったねマジで喋れなかったもんああみたいな <laughs> だけど体勝手に動くのそれでなんかもう音に侵されてる感じだったずっと 最高っしょ <laughs> 音に侵されてよまたそ <laughs> れでね麻薬とあと音楽がティーンエイジャーにあたる影響っていうのも、まあ、書いてあってね記事ででその思春期のリスナーはねその薬物にの曲をね聞いた時にねそれをね乱用する可能性が高いんだってまああくまでのこの記事ねこの記事ねこの記事の話ね でマリファナがそれにあああ挙げられててやっぱりマリファナの曲を10代で聴いた人はやっぱ使用するそのリスクが高くなるって言われてるんだってだけどアルルコーののの使用と音楽を結びつけるははね決定的なものはなもかっったんだってでそのまあね要因も書いてあってねなんでかっていうとマリファナの方が音楽の 曲あるでしょっていうそういうううそ単純な話だったね <laughs> だってめっちゃあるじゃんメリー・ジェーンってんだっけあれ確かだってもう草のさ日本でもあんだけ歌ってるしさもう海外なんかめちゃめちゃあるっしょ、うん。だからリーンでもさその俺調べた時リーンが流行った理由としてラッパーが歌で歌ったっていうのはまあ確実に影響あるね <laughs> それは悪い影響でねそのねあと リーンの歌詞は分かんないんだけど、まあ、基本的に、まあ、草もさいい話をするじゃんその草が自分を良くしてくれるだったり体験がいいみたいなのをやるじゃん、まあ、ネガティブな、まあ、事例ってまあほぼないけどね草は、まあ、リーンをの歌詞がどういうのか分かんないんだけどだからそのねいや聞く頻度もあるからより身近に感じちゃっていいイメージしか持たないからそのやっちゃうみたいな まあ別に草,、まあ、草を若い時にやるとそうだねまああんま良くないんだけどさ、うん、依存症も一応あるっていう風になってたからでまあ他にあと、まあ、多分草以外にもそのカントリーミュージックとかもなんかねその薬物に対するのがあるんだってあとうんでそれでその薬物をまあやってるねミュージシャンたちはその自分そのねうまく薬物と付き合ってるっておもちゃうんだよ、ね、ティーンエイジャーのやつらは。 でリーン見たけどもうラッパーすげえ苦しんでたからね <laughs> でもそれとかはちゃんと報告されてたりすると、まあ、ちゃんとした認識が持てるのかもしれないんだけどそのニュースを見ないティーンネージャーはリーンの曲聴いてさリーン飲んで離脱症状やばいでこんだけラッパー苦しんでるっていうの分かんないで使うようになるとまあ難しいよねだからいいイメージしかないであと露出が高いってなるとまあ手を出しやすいってなるねであとね フェスティバル音楽フェスティバルと、まあ、薬物のことについてもう書いてあってさであとなんかここに書いてあったのがねなんか残念なことに多くの参加者は薬物やアルコールの乱用を経験の重要な一部と考えていますって書いてあってであと音楽祭の参加者の多くはアルコールを飲みマリファナを吸い MDMA を使用することで体験を深めることができると考えている。 まあ正解ではあるよねやっぱりドーパミンってか、まあ、報酬系刺激した方が音楽が良くなるっていう研究をさっき言ったじゃんでまあ、うん、まあ深めることができるっていうのは、まあ、合ってるんだけど、まあくまで俺が言った感想として2種類いるねその使い方でもうん、えっとね音楽を楽しむために使ってるやつと薬物をた楽しむために音楽聴いてるやつっていうのは分かれてるねうんそれは もうなんかぶっ飛びすぎちゃってまあど楽しんでればどっちでもいいんだけどその2種類はいるうんだからでまあ一概には言えないんだけどその音楽を楽しんでたりするとまああんまやんなくてもね別に大丈夫だしあと年取ってもいく、うん、っていうのはあるもう20代前半しか行かない薬物やってねでそういうやつは多分音楽が好きじゃなくて薬物でぶっ飛んで多分クラブで踊ってるのが好きだっていうやつ。 で俺とか、まあ、俺の友達もそうなんだけど、今でも行こうぜみたいな感じで言うやつは好きなやつ。うん、だから、まあ、別にどっちでもいいんだけどね、楽しければ。うん、だから、まあ、そうだね、俺は、だから今とかはもう音楽が好きすぎるから、もう、まあ、何もなしで行ってるよね、クラブも、まあ、レイブも全然それだけで楽しめるぐらいになってるね。だから 自分がまあより好きだっから玉やっちゃうともうそこでパンっていっちゃうからなんかもう楽しんでるっていうか玉でぶち上がっちゃってるっていう風になるのが要は音楽体験としては俺が求めてるものじゃないじゃん玉でぶち上がってるから俺は音楽でぶち上がりたいんだけどだからそういう違いもあるけどまあ玉でねより聞こえるって人もいると思うからあくまでこれは俺の一つの意見ね うん、全員がそうじゃない、うん、でまあここの記事でのパーセンテージっていうのが載っててねその何を使った何を使うか音楽フェスティバルでみんながっていうのが書いてあって75%がアルコール38%がマリファナで13%がエクスタシー8%がマッシュルーム8%が LSD で7%がコカインで4%が オピオイドを使って結構ちんあでもまあリーンであれか、まあ、まったりして聞くといいっていう風にまあ書いてあったりもするからなうんで書いてあったねまあアルコールが単トツだねで結構ねマリファナね苦手な人いるからね <laughs>、うん、苦手なやついる俺のトロントで吸ったやつもまあもう吸わないっていうやつもいるし本当ね強いの吸うとトラウマになるからね <laughs> あと やっぱアルコールがなんだかんだねみんなに当てはまるっていうかうまく楽しめるトラックなんだと思うんだよなだからあんだけ発展してる気はするな俺は苦手だけど俺ぐらい苦手な人って少ねえし、うん、どっちかっていうとマリファナがあんまりそうだねっていう人の方が多い気がする俺が見た中で俺の友達も酒は全然強いけどマリファナ吸うともうすげえ眠くなっちゃったりとかあもう俺は吸わないみたいな やつもいるしさ、うん、でまあ弾もね少ないね13%で LSD が少ないのはねまあこれフェスティバルによるけどね、うん、多分どんなんだろうってまあそのフェスによってもやっぱ使われるのが違うしまあこれは、まあ、あくまで一つのあれだね全部じゃない絶対こんなうんそうだから今回ねもう調べてまあいろいろ面白かったなって思うし まあ一番はねもううドラッグななんだだっていう、うん、感じだ、ね、であとまあ大麻もねやっぱ種類によって全部が全部じゃないっていうのも自分の体験からもうそのあれだねあやっぱりだからあれは俺の感覚は正しかったんだなっていうのとであとまあそのセットとセッティングすげえ重要だしっていうのもこれで分かったから。 めめちゃめちゃゃいろんな要因があるね、うん、だから自分なりにやっぱりその音楽楽しむ法則っていうのは身,身につけていくと、まあ、そのドラッグ体験ができるねでそれがあるかないかで多分かなり変わってくると思うねその生活のなんか豊かさっていうのが、うん、だからまあ綺麗なところで会う曲だったりとか夕日に会う曲朝テンション上げたい曲とかっていうプレイリスト今アップルミュージックだったり ねえまあその1,000円で聴き放題だしサウンドクラウドでその結構すげえあるからチルな日本語ラップとかまあ,まあそういうのねいろいろ自分で掘ってみてまあいい音楽体験を自分なりに築いていってください <laughs>。それまた次回お会いしましょう。